戦横浜 DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスは4対6で福岡ソフトバンクホークスの勝利となりました。はい、試合前に予想させていただきましたが、その通りとなりました。はい、はい、ソフトバンク OB の浜野さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。予想された通り、予想通り柳田選手がホームラン打ってくれまして。しかもあの飛距離がね、左バッターの左中間に、はい、あの上の方に行きましたから、うん、まあ、ちょっとはセ・リーグの、まあ、横浜 の、まあのファンの方にもね、はい、ちょっといいアピールをしてくれたんじゃないかなと思いますけどもね。そうですよね、はい、他の選手もね、中村選手だったりね、柳田選手もホームラン打ってましたし、大、はい、活躍でしたね。はい、そして対する、うん、横浜 DeNA の OB 駒田さん、うん、はい、はい、まあ、ちょっと残念、あの中村選手は良かったですね、あの中村選手は素晴らしかったですよ。昔僕ちょっとで見たことあるんです、はい、あの時より随分成長してたんで、ね、はい、しましたね、あのバッテリーが成長したんで、うん、DeNA もあのぐらい成長してくれる選手がいたら僕も勝った負けだ勝ってたような感じはするんですけれどもね、はい、まあでも粘り強くね、あの戦ってくれてるんですよ。あとは悲しいかな、経験のなさから来る爪の甘さ、うん、ね、でやっぱりあのもっと言うならばもっとチャレンジしてほしかったな、うん、最後あたりなんかもう、まあ、それは監督の考えもチーム内の考えあるんですけど、うん、でももっとピンチヒッター使ったりしてもっと動きを出してほしかったなっていうところありますけどもね、うん、ただやっぱり粘られるとやっぱり勝ってないチームっていうのは最終的にねこういう結果になりますね。だから、うん、要はくっついていったんじゃダメだということですね。マラソンで言うならばですよ、はいはい、マラソンで言うならば抜くときはスッと抜いて、はい、同じペースでいかなきゃいけないんですよ。それ同じペースでいくとやっぱり経験のない方が負けてしまうってことですよね。残念。なるほど、そうですか。まず一つだがありますね、あの石川選手がスタート切らなかったとか、うんうん、でホークスの本田選手はスタートアウトになって、うん、なったんですけど切っていってるわけですよ、うん、そういうところじゃないかなと、うん、なるほど、チャレンジしてますよね。しないと、うん、うちもチャレンジしてほしかったな、ね、挑戦者だから、うん、逆に我々の方が挑戦者だから、まあ、ダメ元っていう言い方はよくないけど、ファンの人たちも応援してくれてるんでね、でもそのチャレンジっていうところがやっぱり欲しかったな、今日はね。なるほどね、うん、本当にね、素晴らしい試合でしたよね、僅差でね、うん、はい、いや本当にあの負けた横浜 DeNA、うん、これは前に頑張っていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございます、そして OB の皆さんに参加していただいたリアルタイム予想ランキング、はい、こちらですね、発表させていただきたいと思います。自信のほどは？自信はないですね、途中までは非常にいい感じでいったんですけどね、はい、そうですか、ですね、じゃあ発表させていただきます。はい、駒田さんが、はい、1250ポイントで12位。あれ、はい、うん、OB の方は全て合わせて12名だったんですけど、うんうん、12位、はい、そして浜田さんが1460ポイントで6位、はい、ということになりました。まあまあ、ね、まあ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 、ねえ、まあ、はい、まあなんか前回ですね、実はあの楽天と、うん、ヤクルトの試合でですね、うん、楽天の OB の山村さんが、うん、こちらに座っていらっしゃったんですけど、うんうん、山村さんも実はその時に12位という結果を残されたんですね。もしかしてこれジンクスにならないようにね。いや、ジンクスにならない人もいるでしょうね、流れによってはちょっと今日は負けるかなって自分の応援するチームをそういうふうな見方する人はちゃんと得点重ねられると思いますよ。僕のように、僕とか山村のようにね、負けてきたっていつか逆転してくれるだろうという気持ちのある人はね、次得点する、次得点する、得点しない、次得点する、得点しない、次得点する、得点しないで、こうなってしまったっていうだけじゃないですかね。途中までは良かったんですから、これはまあしょうがないですよ。そうですね、絶対この勝ってくれてたらポンともっと上に行くはずですよちなみにですね、あの一緒に参加された西さん、うん、はい、西さんでですね、なんとですね、1760ポイントということで、うん、全国ランキングでもね、うん、かなり上位に入賞されてましたよね。まあ野球してるっていうよりパズルがうまいんだよ。あパズル絶対ここはこれ悔しいね、悔しいね。でも僕今日思ったんですけど、あの年齢も下じゃないですか、皆さん先輩じゃないですか、そうするとそのピッチャーホークスのことは知らないんで、はい、山崎さんとかにも聞かれたんですけど、あれはどうかなと思ったんですよね。ああいうのあるんですかね。だから今日の場合だったら沢手のが2イニング行くとか行かないとかの話は黙っとけばいいけど、やっぱ先輩方だから言わないとダメじゃないですか。確かに、あれちょっと不利だなと思ったんですよ。あれみんな絶対変えると思ってましたからね、沢手2イニング誰も行かないと思ったんで、
それを聞いて僕は言ってしまいましたから、ニーニーがありますよ、点数があります。いやね、あれでそのね、点数のあれは違ってくるかなと思いましたけど。田村さん、いい人すぎるんですよ。いや、でも、あの場所で、あ、ちょっとね、あの山崎さん。いや、それは言えませんって言っていいと思うよ、それは。いや、それ言わなきゃダメだよ、それ。違いますよ。そういうのも加味して、このランキングになったということですね。そうですね。今後も頑張ってください。はい。はい、ということで、交流戦はまだまだ続きます。次回は6月4日の北海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープの一戦です。OB の西崎幸彦さんと北別府学さんをお迎えしてお送りします。玉田さん、玉田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。コナミ